徹夜から来てた。なんて今どこ。あ、もうちょい作って行っといてみ。はい、やっと、もうもう今ね、こう自転車でね、友達とこう遊びに来てるんですよ。こう田舎ですよね。田舎ねえか。いや、マジほぼ毎日動画撮るから、ほら田んぼしかないっすよ、もう。まあ、だいたいこれで住んでる動画東京ではないってことかな。わかったな。まあ、こう大自然に囲まれてるわけで、まあ今からこうマッキントッシュの家に行きたいと思います。うわ、うん。でね、昨日ね、友達のね、あの8時頃にね、こうタラコくんっていう人とね、こう遊びました。もうタラコくん元気してるかな。まあ、これ綺麗な水だ。おう、じゃ今から自転車にこいで友達の家に行きたいと思います。まあ結構大自然に囲まれてますよね。はい、またもう一個水ありました。これあの晴れ地で写りが悪いですね。なんかちょっと見えにくいかもしれませんね。まあそこはこう少々、あ、車来た。まあじゃあ一応景色でもこう堪能してみてください。まあそうですね、元から今日こう、まあ結構僕たちが住んでる地域の、まあ、位置なんですけど、あのマッキントッシュっていう人の家が遠いんですよ。もうチャリで30分ぐらい行かなきゃいけないんですよ。1時間ぐらい、もう坂もいっぱいあって上り下り大変ですよ。まあマッキントッシュはまあ偽名通がそういうにハンドルネームですけど、これもうちょいやったら終わるかもしれない。まああの今最近こう商品紹介が多いってことで、こういう風な感じで遊ぶ雰囲気も流してるわけで、ちょっとハンドルチャリこいでんで、まああのなんだ、顔面がブレ出る可能性もあるんで、そこはすいません。おアクシデントです、ちょっとした。眩しい。この晴天ですよ。もう、うん、晴れだ。昨日の天気では大違いだ。あ、あれが小学校です。まあ僕たちの通ってる小学校ではないんですけどね、マッキントッシュが通ってる小学校です。まあとってもあれ何分だ、2分が疲れ出るわけなんですけど、あ、まあまあ、自慢できるところはもうこう自然ですね。田んぼと草とかに囲まれてる。あ、風が気持ちいい。もう少しで着きますね、そのマッキントッシュの家に。あともうちょいです。あともう1分もしないかな。まあこれが一応映しておきます。あ、映せばこれ絶対なんか食らいますよね。ほら、もう部活やってるやん。ということで、まずまあここで終わりたいと思います。じゃあまた後でもう一本動画撮ってみるんで、それも見てください。じゃあこうリモコンとスカルマンのコラボでした。